皆さんこんにちは。今回はこの DJI Pocket 2の動画でございます。以前にもこの DJI Pocket 2の良し悪しをまとめた動画をアップしました。であれは使い始めてすぐの動画だったのですが、あれからまたある程度月日が経ったので、改めてどういうところがいいのか、悪いのか、自分なりに感じたところを紹介したいと思います。今回の動画では、いいところを5つ紹介します。この動画の次に悪いところを紹介する動画もアップする予定なので、楽しみにしていただけると幸いです。それでは DJI Pocket 2のいいところを5個紹介します。早速行ってみましょう。まずこの DJI Pocket 2のいいところ、一つ目は起動が早いところです。ちょっと実際にやってみましょう。はい、このように電源ボタンを押してから約3秒ぐらいで撮影ができてしまいます。これ起動が早いか遅いかでハプニングを撮れるか撮り逃すかが決まるので、そうなるとやっぱ必然的にね、撮れ高も変わってきてしまうので、起動が早いのはとても大事だと思います。いいところ、二つ目はコンパクトなところです。リュックとかポーチとか、なんならこのポケットにも入るサイズ感で持ち運びに便利です。クリエイターズコンボについている Do It All ハンドルをつけたとしてもちょっと長くなるくらいで、まだまだコンパクトと言えるサイズ感です。こんな感じですね。はい、まずちっちゃい。で、ケースもあるんですけど、はい、こんな感じで。すごくコンパクト。ちなみに Do It All ハンドルっていうのがこれで、これね、今こんな感じ。これを、はい、Do It All ハンドルに付け替えてもこのぐらいのサイズ感、かなりコンパクトです。はい、次にいいところ3つ目は安定した映像が撮れるところです。このもうカメラ自体にこの物理ジンバルが搭載されているので、普通に歩きながら撮影してもブレの少ない映像を撮ることができます。なんなら走っても大丈夫です。安定した映像ならよく Vlog に使われる GoPro とかでも十分撮れるんですけど、 GoPro は暗いところで撮影をすると電子手ブレ補正特有のブレが出てきてしまうんですよね。でもこの DJI Pocket 2なら環境の明るさに関係なくブレの少ない映像が撮影できます。これに関しては GoPro 9 と DJI Pocket 2を比較した動画があるので、よかったらそちらをご覧ください。それからいいところ4つ目は D シネライクモードで撮影ができるところです。撮影時のカラーモードを標準と D シネライクの2つから選べるんですけど、標準はもう撮影してそのまま OK なくらい鮮やかな色がついていて、 D シネライクは色がちょっと薄くついています。一眼カメラとかについていたりするあのログ撮影機能みたいな感じですね。でこれ色が薄いと何がいいかっていうと、色味を自分好みに編集しやすいっていうメリットがあります。もちろん標準でも手間がかからなくていいんですけど、ちょっと色編集挑戦してみたいよっていう人にはとてもおすすめな機能です。最後にいいところ5つ目は充電しながら撮影ができるところです。このカメラはバッテリーの交換ができないので、都度本体を充電する必要があるのですが、充電してる間は撮影ができないのかと言われたらそうではなくて、コンセントにつなぎながらはもちろん、モバイルバッテリーで充電しながらの撮影もできるので、バッテリー切れの心配が減ります。自分はアンカーのこちらのモバイルバッテリーを使っているのですが、これがあれば DJI Pocket 2は22回フル充電できる計算になるので、出先でバッテリー切れの心配をする必要がなくなりました。ただし充電しながらの撮影はバッテリーが熱を帯びてバッテリーの寿命が短くなるみたいなので、極力避けた方がいいと思います。以上 DJI Pocket 2のいいところを5つご紹介しました。いかがだったでしょうか。他に何か気になるところがあればコメントしていただけたらと思います。本当にこのカメラ、買ってよかったです。気軽に安定した映像が撮れるということですごく重宝しています。この動画ではいいところを5つご紹介しましたが、逆に悪いところを紹介する動画もアップする予定ですので、よかったらチェックしてみてください。この動画が良ければチャンネル登録と高評価していただけると幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。